ち今仙台にいますけど、今これからどれどあすごい映ってる、めっちゃ。え、なんで急に黙り込むの？写真だ。いや、いつも車の中で喋ってるのお前だけじゃん。確かに。ゴンザレス君、深みどうぞ。はい、春フェスは初ですもんね。ここから好きに盛り上がる曲をたくさん用意して頑張ってくるんで、よろしく。いいな、これ、ね、なんかよくね、住みたいっすね。住みたいっすけど、多分1週間持たないっすと思う。田舎あるあるで、ファミマ行くにも車を出さなきゃいけないみたいな。やばいな。あるある、超教会読んでるよ。初もう初、朝と全然違う。来た、この感じ。下手なのやばくないっすか？つい最近酔っ払ってゲタを買いました。ちょっと日常生活痛すぎるんで、1個ランク下げて草履を買いました。落ちよ。うわ、あれは熱い。どっち？ありがとうございます。うまっ美味しい最高。美味しい。そう、うまっ。あ、本当ですか？うまっ。せーの、3。これ大事よ。誰得だよ。外は外でやっぱり緊張してたんですけどね、フリーライブとか、あと去年のフェスとか、なんかいい演奏できそうな気がします。できる気がします。でも楽しくやれそうなんで、ぶちかましめーす。春フェス自体初めてで、去年夏フェスに初めて出させていただいて、フェスとしては3回目のフェスで、本当にこんなにたくさんの人が来ていただき、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。ファンマンはもうヤンガスキニーだけを見に来てくれるけど、フェスってそういう場所じゃないのに、なんかフェスのお客さんの方がなんか案外盛り上がりはすごい熱い気がしますね。毎回ヤングスキニーあんま知らなかったし、聞いたことなかった人を取り込めたのが結構嬉しくてします。踊るんだって。ありがとうございます。踊るのかな、まあ、言ってたじゃん。え、でもあれでしょ、祭り感覚でなんかそれぞれの踊りでいいみたいな。あ、そうちゃんとって何？ちゃんとだからみんな YouTube で見て調べてやる。あ、これがちゃんとなのね。あ、だとしたらいい。前でしょ、上でね、ステージ上で。はずすぎでしょ。お前前と言ってたしね。言ってたしね。言ってた。子供そんな、すごい、いつ練習してたの？お前らさ、死ぬよ普通に。よし、じゃあ踊り、どうぞ。盆踊りない。あ、盆踊りがない。俺ら出ない。あ、俺ら出ないの。本当ですか？本当ですか？フロアでやるとかもない。ドッキリです。いらないドッキリ。世界一いらないわ。ドッキリ。お前返せよあの時間。お前俺のあの時間返せよ。よかった。いやでもよかったわマジで。逆にでも行くって手はある。よかった、一応これで意味をなしたわ。あの次のアロマキではもっと踊れるように完璧にちょっと。